りましたフィギュア歌謡祭2020。今年は特別版です。この番組では今週25日に開幕する全日本フィギュアを前に、その戦いにかける選手たちの特別な思いを、今年を彩った特別なヒット曲とともにお届けします。今夜オンエアするのは若きライバルの熾烈な物語。メラメラと燃える互いへの思いをリサさんのホムラに乗せてお送りします。それではどうぞ。星が生まれます。さよなら。二人は同じ世代に生まれ、同じ夢を目指した。悲しみより鍵山優真17歳、オリンピアンの父をコーチに持つフィギュア界のサラブレッド。去年の全日本で表彰台、未来を期待される次世代エース。そして佐藤駿、羽生結弦と同じ仙台のリンクで育ち、幼い頃からジャンプの天才として注目された逸材。日本では羽生と佐藤しか飛べない高難度の4回転ルッツが武器だ。負けてらんないって思いました。友人でありライバル、二人は今シーズンからシニアへ。トップレベルの選手と戦うことになるので、自分のその意識も上がると思ったので、まあ、シニアで初めて戦うので、まあ、もう逃げずにどんどん挑戦していって。先月の東日本選手権、2人は高難度のプログラムに挑んだ。しかし鍵山はフリーで4度の転倒、大きな試練を味わった。NHK 杯で優勝、心に炎を灯し未来を切り開く。そしていざ本当の勝負、二人は全日本の戦いへ。それぞれがいい演技をして、まあ、その中で勝ちたいなって、やる気が今から入ってます。日本フィギュアの未来を照らす新しい
どんな未来が待っているのでしょうか。そして影山選手自身が奏でる今シーズンのフリーは2度のプログラム変更の末にたどり着いたアバター。さらに佐藤選手の新章ともパイレーツオブカリビアンと映画の楽曲、若きライバルによる映画のヒーロー対決、注目の全日本フィギュアは25日開幕です。フィギュア歌謡祭、それではまたお会いしましょう。どうしたって消せない夢も止まれない今も誰かのために強くなれるなら、全てを力に特別な全日本。